これは俺らが過ごすもう一つの世界線の話。この学校ではギャンブルの強さで生徒の階級が決まる。決め事や争い事も全てギャンブルの勝者が決定権を持つ。それがこの学校の絶対的ルールである。ああ、やっと昼休みか。腹減った。今日の気分は焼きそばパンだな。あ、早くバイト行かないと売り切れちまう。焼きそばパン、焼きそばパン、おにぎりパンにカップ麺、なんでも売ってるわよ。ナイスだ、おばちゃん。おばちゃんいらっしゃい。ラッキー、焼きそばパン一つあんじゃん。おばちゃん、焼きそばパン一つ。あー？おい、お前割り込んでくんじゃねえよ。はあ、俺の方が先にこの売店にステイしてたし、ジーマーで周りが見えてないなんて。ガッテム見えてないね。余裕がない証拠だっちゃ。お前さすがに語尾にダッチャはやりすぎだわ。キャラにキャラミルフィームしちゃってるから、寿司に寿司のっけて食ってるみたいなもんだから、ジーマーでバドン。何その喋り方。ピオリンピック優勝候補。いや、お前の真似だわ、ボケ。遠回しにディスってんだよ、気づけよ。てか、俺はここに来る前から焼きそばパンにしようって決めてたんだよ。いやいや、俺は焼きそばパンって1時間目から決めてたっつーの。そんなこと言ったら俺だって朝のお天気占いのラッキーアイテムでコロッケパンって出た時から焼きそばパンって決めてたんだよ。いや、じゃあコロッケパンにしろし、パンの部分しかマッチングしてねえじゃん。つーか、俺なんかチルドレンの頃から結婚するなら焼きそばパンって決めてたし、それを言い始めたら俺も奥の手出しちゃおっかな。俺なんか前世は焼きそばパンだったからね。俺の先祖も焼きそばの大巫女とか言って、それは大層な神社に祀られてたな。そういえば確か。おい、お前らこの学校のルールは曲がってるよな。親分じゃなかった。先行山道先生、いつもいきなり出てくんじゃねえよ。いつから聞いてやがった。お前が焼きそばの大巫女だった時からだ。それよりお前ら揉めたらギャンブルで決着をつける。それがこの学校の絶対的ルールだ。忘れちゃいねえだろうな。ちえ、そうだったな。上等者、どんなギャンブルで決める？このチャカを使ったロシアンルーレットで決めるのはどうだ。本物の銃弾が一発だけ入ってる。自分のこめかみに突きつけて交互に引き金を引くんだ。弾を食らうことができたやつが勝ちだ。いや、やるか。食らった方が勝ちって何？勝った方死んじゃってるから、パン買えないから。さすがにパンに自分のライフをかけるのはおしゃじゃないね。じゃあこんなゲームはどうよ。いいか、今からルールを説明する。ここにはテキーラ風なお茶が10杯ある。ただしこの中に1杯だけ超絶苦い激まずドリンクが入ってる。その1杯を引き当てた方が負け。勝ったら焼きそばパンを買う権利がゲットできる。面白いじゃねえか。早速やろうぜ。男なら先手一勝、先攻は俺がもらうぜ。いいだろう、残り物には服がなんちゃらってね。闇のゲームを始めようぜ。いいだろ、俺のターン。ドロー。お前の敗北に乾杯。まず人間の飲み物じゃねえ。激マズドリンクを1回目で引き当てるなんて、勝利の女神に嫌われてるね。それじゃあ俺は勝利の美酒でもいただこうかな。負け犬に乾杯。いや、チャオが惨敗。まあバジオ、これ人間の食べ物じゃねえよ。まさかお前が飲んだのも激マズドリンク？なんで激マズドリンクが2杯あんだよ。もしかして間違えて激マズドリンク9杯テキーラ1杯にしちゃったかも。どうかしてるぜ海馬。お前のターンだ遊戯。もう後戻りはできないぜ。俺のターン、ドロー。ちだぜ海馬。お前は未成年種で逮捕だ。ゲームには勝ったが勝負には負けた。はあ、さすがに激マズドリンク5杯も飲んじゃ気絶しちまうよな。このゲーム俺の勝ちだ。ああ、5時間目の保険の授業意味わかんねえよ。保健室の先生が実技で教えてくれたらな。あ、どうしたタコ。おかしい、ちょっとお願いがあるでござる。なんだよお願いって。お前のその好きなマチュピチュだかしゃぶしゃぶだか知らねえけど、それの劇場版がやるから一緒に映画ついてきてほしいとかだったら絶対嫌だからな。違うでござる、誰もお菓子なんか誘わないでござる。いや誘え、それはそれで寂しいよ。拙者の代わりに次の授業のノートを取っておいてほしいでござる。絶対嫌だね。俺は小中高とノートを一度も取ったことがない。それのギネス記録を目指してるからな。何ですかその不名誉なギネス記録は。そんなことよりこの後魔法少女マチュピチュの公式 YouTube チャンネルで緊急生配信が行われるでござる。絶対に見逃すわけにはいかないんでござる。うー知るかー。なもう家帰ってからアーカイブで見ろボケ。生がいいでござる。男はやっぱり生じゃなきゃ。生がいいですぞ。いやお前が言うとなんか気持ち悪いな。もうこうなったらギャンブルで決めるでござる。拙者が勝った場合お箸には拙者の代わりにノートを取ってもらうでござる。お菓子が勝った場合今日一日何でも言うことを聞くでござる。はい言ったな、一日何でも言うこと聞くって言ったな。お前絶対聞けよ。どんなギャンブルで決着つける。そうだな、今回はこんなギャンブルで決めるのはどうだ。だからいきなり登場すんなって。どっから出てきてんだよ。陸上部の男子生徒を四足歩行で走らせて誰が一番早くゴールするかを予想する馬息子対決っていうのを思いついたんだがどうだ。いや趣味悪いな。あれは娘だから許されんだよ。なんだ馬息子って。悪いが拙者が提案するでござる。このギャンブルの戦績は戦々戦勝負けなしでござる。戦々戦勝だと。一体どんなギャンブルなんだ。よくぞ聞いてくれたでござる。このゲームにはトランプを使うでござる。トランプを使ったゲームやっと本格的なギャンブルができそうじゃねえか。このゲームはカードの絵札がキーポイント見るでござる。このトランプの絵柄は全て魔法少女マチュピチュ DVD のパッケージになっているでござる。今からシャッフルして引いたカードの絵柄を見て DVD の何巻そして初回限定版に毎回つくグッズの名称を当てるでございます。いやわかるかもゲー。なんだその100対0でお前に有利なクソゲーは。拙者のギャンブルを受けた時点ですでにゲームは始まってるでござる。拙者のターンドロー。これは一体何を引いたって言うんだ。2期の DVD6巻。このシーンを絵柄にするとは本当にこのトランプ運営さんは分かってらっしゃる。そして1期最終回の神演出とまで言われたあのシーンが伏線になっているのも思い出しただけでも泣けてくるでござる。あと日常回もファンの心をついていて最高でござるな。勝負はまだ終わってないぜドロー。ブルーアイスホワイトドラゴン滅びのバーストドロップキック。いやーなぜデッキにブルーアイスが。勝者武藤バンビ。最後まで自分のカードを信じれなかったお前の負けだ。ギャンブルは奥が深い。はあ、結局授業全部終わるまでナルシもタクオも保健室から戻ってこなかったな。んってことはやっと授業終わったよ。昨日の帰り道にいたあの白い野良猫まだいるかな。実は魔法で猫に変えられた王子様で助けを求めてるかもしれない。レンが助けに行かないと。レンちゃんと二人っきり一緒に学校帰れる仙台一遇のチャンスだがしかし俺とレンちゃんは真逆の方角。こうなったらレンちゃんもしよかったら今日一緒に帰んない。蓮の家はおばくんと反対方向だし、猫を助けたら王子様かもしれなくて、そうなると蓮がヒロインになる可能性が出てくるの。ああ、ちょっと何言ってるかわからないけど、俺がギャンブルで勝ったらその猫のおじさんのところに一緒に連れてってくれない？猫のおじさんじゃなくて猫の王子様。いいよ、蓮もギャンブルしたい。え、いいの？ギャンブルハマっちゃいそう。これだからギャンブルはやめられないんだよな。ギャンブルにハマる人は一瞬の快楽に溺れて、金銭感覚がバグった借金をすることしか能がない社会不適合者だから、友達にいたらすぐに LINE ブロックしなさいってママが言ってた。そうだよね。ギャンブルにハマるやつなんてすぐにブロックした方がいい。俺そんなやついたら許せないよ。この学校のルールも本当に良くない。校長先生の金玉蹴り上げてくる。そうだな、こんなギャンブルで決めるのはどうだ。うるせえクソ線香、お前どうせろくな提案しないんだから突っ込んでろ。どうせそのグラサンの向こうはシジミみたいな目してんだろ。じゃあレンがゲーム決めるね。その名も激辛シュークリームポーカーフェイス対決。イエーイ。じゃあまずはルールを説明するね。お互いに5個ずつのシュークリームがあります。この中のうち1つだけデスソース入り激辛シュークリームがあります。ポーカーフェイスで5個全部食べきって、相手が何個目に激辛シュークリームを食べたのか当てたら勝ち。なるほど、つまりノーリアクションでシュークリーム5個を食べきることがこのゲームの鍵ってことだね。じゃあレンのターンから。おいしい。シュークリームを食べたでしょうか？わかんない。ブーブー、正解は1個目でした。すごいね、レンちゃんのポーカーフェイス、まるで同じ絵を5回使ったかと思ったよ。じゃあ次は小賀くんが食べる番だよ。いくらレンちゃんだからって今回は手加減できないよ。じゃあまずは1つ目。おいしい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 。めちゃくちゃおいしい。汗止まんないわ。5番目に食べたやつが激辛。正解。ああ！